にちは。番組ナビゲーターの雪沢智子です。今回は巡るだけではなかなか味わうことのできない横須賀の魅力や素晴らしさをエコツアーガイドがご案内する横須賀エコツアーをご紹介します。横須賀には身近な緑や海、歴史遺産など多くの資源があります。これらの大切な資源を守っていきながら多くの人が身近に触れ合える事業として横須賀市は横須賀エコツアー事業を推進しています。これまでエコツアーを実施しているフィールドは猿島、観音崎、大楠、西海岸の3つの地区でしたが、今年7月に長井荒崎地区が新たなフィールドに加わり4つの地区でエコツアーが実施されることになりました。というわけでエコツアーフィールドの一つ、大楠西海岸フィールドの前田川遊歩道にやってきました。いやー、この辺り緑が豊かで大自然に囲まれているといった感じですね。そうですね。この地域は海あり、山あり、川あり、自然に非常に恵まれているところなんですね。具体的にはどんな場所があるんですか？海で言いますと立石公園ですけれど、天神島もありますし、マリンスポーツなんかでシーカヤックなんかも行われている、海は海で楽しめるところですね。それから大楠山がこちらにあるんですけれど、三浦半島で一番高い山と言われてます。四季折々いろいろな植物がありますので非常に楽しめる、健康にもいい山でね。川ですが、前田川があります。これも三浦半島で一番きれいな川と言われてまして、四万十川と同じきれいな川と言われております。で、その他に文化資産もあるんですね。市民文化資産として長屋門があるんですね。これは草迷宮、泉教科のモデルになったところでもあるんですね。それから一番、有名なのが上洛寺、運慶仏が5体揃ってます。で、運慶仏が5体揃ってるお寺っていうのはないんですね。普段何気なく歩いているところにも、いろんな歴史とか見どころがあって、そういうお話を伺うとちょっと見る目がまた変わってきますよね。そうですね。ぜひ多くの方に来ていただいて、この西海岸の良さを味わっていただきたいと思ってますけどね。いや、本当に前田川とっても水がきれいですよね。この自然に囲まれた環境の中で9月にエコツアーがあるんですよね。はい、前田川の水生生物の、生き物観察会です。川の中に入って、で何が取れるかわからないんですけれども、生きているいろいろなエビや魚を取って、でそれについてのお話を元学芸員だった山本さんに伺います。どんな生き物が、今写真ありますね、はい、これエビですか？そうですね、これは手長エビっていうエビで、水がきれいなところじゃないとなかなかいないエビです。この手長エビがいるんですか？はい、観察会の時にはだいたいいつも顔を出してくれます。はい、あと他に上海ガニって聞かれて有名な、種類の仲間の木津ガニがいます。これもいつも顔を出してくれますね。あと他にはたくさんの魚が川の中にいます。カニのサワガニも綺麗なお水じゃないといないといない生き物ですけど、それも捕まることがあります。はい、なかなか普段こうね、川に入ることってないですし、です、ね、こういったいろんな生き物に触れ合うこともできるってことなんですね。はい、そして楽しいお話を聞くことができるので、小さいお子さんからお年寄りまで安全な川ですし、綺麗な水なので、ぜひ遊びがてらいらしてください。皆さん、いかがでしたか？この番組ではこれからも横須賀の魅力あふれる情報をお伝えしていきます。お出かけの参考にしてくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。